おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日もみこと日記続きやっていきましょう。前回はね、なんかみことちゃんがちょっとやみ始めたんじゃねみたいな、ちょっと怖いねみたいな感じのところで終わったよね。もう全然もう雑すぎるあらすじが。そしてですね、実は収録失敗して、ちょっとだけ進めちゃったんですよ。ちょっとだけね。そう。だから、まあ、最初の方をね、知ってると思うんで、まあ、こう結構セーブ進めちゃってるんですけど、確か6からだったはずなんで、6からやっちゃいましょうか。なーん！もう怖いよ、本当に。そうそう、前回、割ったら弁償だよっていうメッセージで。はい！ちょ、待って、怖い、何？そんな怖い BGM？ あ、よかった。びっくりした。はぁ、ちょっと動揺してる。そう、割ったら弁償だよっていうところで終わったんで、まことじゃねえわ。みこと先輩のお気に入りの食器棚なんじゃないかと。お皿の間に何かある。日記の切れ端がある。読みますか？はい。みことはね、お料理が好き。得意料理はオムライスだよ。どんな男もこれを食べちゃえば私のもの。ずいぶんなんか魔性の女みたいなこと言うね。まあ胃袋掴んじゃえばね、確かにね、男性はこう虜になっちゃうって言いますからね。知らんけど。ってなわけあるか。ちゃんと自分でツッコミしてくださったわ。よかった、安心したわ。でもね、みんな美味しいって言ってくれるから何度も作りたくなっちゃうんだよ。いつかみことはみことのお店を作りたいなって思ってたりするのだよ。何？カフェとかってこと？レストランとか？みことはいつかいつの日か誰もが羨むすっごいシェフになってやるのだ。あー、いい夢だね。素敵だと思うよ。私はなんか誰かが褒めてくれるからっていうので、なんか承認欲求満たされてるかよみたいに言う人いるけど、こういうのがきっかけで夢を目指すってすごいありだと思う。じゃあ楽しみだね。みこと先輩の料理そろそろできるんじゃないの？日記はここで終わっている。よく見ると小さな文字で何か書かれてる。よそゆきのコート。じゃあよそゆきのコート、みこと先輩のよそゆきのコートをくんかくんかしに行くか。みこと先輩は大丈夫そうですか？お元気ですか？ああ、大丈夫そうですね。はい、なんで？ジロジロ見られたら恥ずかしい。てか、私これ前回さ、分かったって言ってないよね。今頑張って作ってるから、マトロー君はゆっくりしててね。あ、でもあんまりうろうろしないでほしいなに対して、ずっと私なんで？って聞いてたけど、分かったっていうパターンは何だろう。分かればいいのだよ。ああ、終わった。でもね、こういうパターン気になるからね。全部回収していこうね。なんだっけ。あ、そう、前回さ気づかなかったんだけどさ、ほらこうメニュー画面開けたんだね。でさっき気づいたんだよそれ。で持ち物こういうの見れる。 なんだっけさっき言われたのって。あ、そう、よそ行きのコートだわ。オッケーオッケー。で特技とかもあんだね。なんだろう。逃げ足、ものすごい速さで逃げれる。穴を掘る、多分洞窟から抜け出せる。匂いを嗅ぐ、くんかくんか。あ、使えないわ。なんだよ、そんな特技あんのか。あ、待って、あれだ、装備もあんじゃん。装備はどうなの？制服、パンツ。パンツとか脱げたりすんのかな。あ、脱げるじゃん。じゃあ制服は？あ、制服は脱げるじゃん。全裸徘徊しようぜ。じゃあ全裸でみこと先輩のよそ行きのコートをくんかくんかしよう。ポケットの中に日記の切れ端がある。読みますか？はい。私は高敷みこと。高敷ってなんか珍しい名字だね。職業は高校3年生、永遠の17歳だよ。得意なことはお料理、部活はもちろん料理研究会、テニス部もやってるけどほぼ幽霊だよ。そうか、掛け持ちとかできる学校なんだね。羨ましいな。私はテニス部でしたね。あ、中学校の頃はテニス部でしたね。
みんなからはなぜか人気者って言われてるみたいだけど、私ってそんな魅力あるのかな。みことはね、自分ではあんまりわからないなり、自分磨きっていうのは面倒なだけなのだ。あ、でもね、授業もサボってないし、勉強もちゃんとしてるし、テストでも毎回一番なんだよ。一番になったらお父さんもお母さんも喜んでくれるんだよ。一番じゃなかった時は、なんか今あれやんって言ったね。何？一番じゃなかった時は何だ？終わったし、日記はここで終わっている。何？なんだなんだ？何？虐待でも受けてる？ちょっと闇深いよ。捨てちゃうの？何？ゴミ箱かな。あー、もうなんか怖すぎてどこまで進めたかも忘れちゃったんだけど、ゴミ箱とりあえずセーブするか。はい、ゴミ箱ってこっちか、これか。ゴミ箱の中には少しだけゴミが入ってる。特に気になるものはないようだ。ほい、じゃあこっちか。こっちにもあったよね、確かね。あったあったあった、これか。あまりゴミは入ってないようだ。ゴミ箱の中に日記の切れ端がある。読みますか。うん。ちょっとなんかチラチラと闇が垣間見えるのが怖いんだけどさ、大丈夫かな。あのね、あのね、元気そうだね。その日からその日から何か面白くなった気がする。なんかいいことでもあった？あれか、マタロウくんから告白されたよーみたいな、そういう日記。お母さんが何を言ってるのかわからない。え、お父さんも何言ってるのかわかんなくなった。面白い面白い、私は面白い。みことはね、静かになったってその時は思ったよ。何ももうしないんじゃないかな。体が軽いんだ。今なら何だってできるできる。日記はここで終わっている。はあ？何を言ってるのかわからないってどういうこと？なんかあれか、頭が良すぎて、あの低俗な人間の会話は理解ができませんわみたいな、そういうこと？それともなんか主に使う言語がこう英語になったんで、あなたたちの日本語は理解できませんわみたいな絶対ちげえわ。よく見ると裏に小さな文字で何か書かれてる。お庭へおいでよ。日記の切れ端銃を手に入れた。はあ、お庭。ゴミ箱の奥で何か光っている。うわ、びっくりした。物置部屋の鍵を手に入れました。一個だけそういえば鍵かかってる部屋あったもんね。あー、そこか、物置部屋。怖いな、行くのやだな。ちょっとセーブしよう。あー、もうずっとずっと鳥肌立ってんの。ちょっと部屋あったかくしてるはずなのに、ずっともうずっと鳥なの。肌がもう鳥になっちゃってる。ここ怖い。 BGM が怖い。お邪魔します、お邪魔します。お邪魔します。何ですかこれ。注射器が床に転がっている。ほら、棚の中には何もない。ほら、棚の中には薬が入っている。何の薬。ほら、棚の中には注射器がぎっしり詰まっている。植物がある。何ここの、ここの家族やばいんじゃないの。なんか薬漬け。あ、みこと先輩あれじゃない、薬打ってもう意味わかんなくなって、お二人の言語が理解できなくなったって、そういうことじゃないの。本がある。曇った鏡がある。男物のスーツやシャツがかけられている。みこと先輩のお父さんのものだろうか。物置部屋に置くんだ。っていうか、そういえばみこと先輩の部屋はあるけど、あー出ちゃった。みこと先輩の部屋はあるけどさ、お父さんとお母さんの部屋ないよね。どこだろうね。で、これは？箱の中には緊急時に使えるものがいろいろ入っている。懐中電灯を持っていきますか。救世主だね。懐中電灯ってね、こういうホラーゲームにおいてはもう救世主でしかないからね。ほら、ゾンビとか出てきた時には、おらーっつってピカーッ、ギャーメガーっつって、ダッシュで逃げるみたいな。マタロウくん逃げ足早いしね。あ、なんだこれ。え、
登れた、なんだこれ、え、これ棚じゃないの、なんか登れるんだけど人様の家の棚の上に上がって遊ぶ高校生、鏡付きのクローゼットがある、はあ、え、これだけ、あ、なんだこれ扉か、何これ、あー、そっか、あ、お庭へおいでよだったもんね、そういえばね、オッケーオッケー、そうだ、なんか物置部屋っていう言葉がパワーワードすぎてなんか普通に忘れてたわ、お庭へおいでよって言われてたことを。これはゴミ箱がある、中には生ゴミが入ってる、これは赤い花がある、花の名前はわからない、うん、ピンクの花がある、きちんと手入れされているようだ、これは手入れされたお花がある、土の中に日記の切れ端がある、読みますか、はあ、いやー、なんかさっきの美琴先輩ちょっと様子が変だったからな、なんか躁鬱みたいになってたもんね、読むか、どうせ誰も私のことなんてわからないよ、私はずっと勉強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 で頭がイカレレれたのかもしれない、イカレレれた、ごじってるよ美琴ちゃん、ずいぶんレが書きたかったのかな、書きたがり、私は何をしている、日記はここで終わっている、わかりやすく壊れてきたねよく見ると裏に小さな文字で何か書かれてる、あっ、はい、こんにちは、ご機嫌うるわしゅう、お邪魔しております、え、何でしょう、てか何も書かれてないじゃん、何、はい、日記の切れ端11を手に入れた、うん、って言われたけどさ全然わからん、本当に怖い怖い怖い、え、待って、どこに行けばいいの、とりあえずちょっとなんかもう結構な時間空けちゃったから、美琴先輩の様子見に行くか、怖い怖い、その前にセーブ、ウサちゃん助けて、セーブするウサ、ちょっとさっきからね録画失敗してるからね、一旦ちょっと切るわ、すぐ戻ります、カット、はい、オッケー、再開しましょうか、でなんだっけ、そうだ、美琴先輩の様子見に行くっつったね、大丈夫かな、美琴先輩もう明らかに病んでるんだよな、大丈夫かな、あ、なんだ、マタロウくん、もうちょっとでできるよ、もしかしてもう待てない感じ、てんてんてん、あの日記は、はあ、え、どうしよう、どっちがいいの、あの日記は、何、マタロウくん、日記、ちょっとでも私のこと分かってくれたら嬉しいな、いよーかな、何を隠している、問い詰めてごめん、じゃあ問い詰めてごめんなさい、全然気にしてないよ、大丈夫、そんなことよりミコトは、マタロウくんがミコトのこと嫌いになっちゃったのかなって、ちょっと心配になっただけなのだ、あのね、マタロウくん、ミコトはね、マタロウくんのこと本気で好きかもしれないよ、いいのかな、もちろんダメてかダメなんて言えなくない、だってさ、マタロウくんから告白してるんじゃん、ほらちょっと、ほらミコト先輩が病んでるくらいでさ、嫌いになるくらいの愛じゃなかったはずでしょ、だって僕はミコト先輩を愛しているって断言したんだからさ、もちろんって言わなきゃダメだよ、そこはもちろん嬉しいななんてね、え、嬉しくないの、冗談、今のはなしだよ、また今度答えを聞かせてほしいかも、あれ、マタロウくんから告白してきたはずなのに変なのもうめっちゃ壮大な BGM 流れてんな、
もう壮大すぎて私もう聞き入っちゃったじゃん。はい、変なのは母だけど、え、でどうしたらいいの美琴先輩。ああしょ、笑顔の一点張り。もうなんか貼り付けたような笑顔でこう黙らないでください。もうやめてよ。どうしたらいいんだよ。はあ、っていうか9時から進んでないじゃないか。どうするべき。はい、ちょっとセーブします。うん、だって何も書いてなかったよね。あ、私の姿、あ、書いてある。さっきさ何も書かれてなかったじゃん。うわって言ってさ。じゃあ私の姿ってことは何だろう、ん、何だろう。あ、分かった、鏡だ、鏡でしょ。だって姿が映るのってそうだよね。あー、怖い、ちょっともう本当に薄暗いのが本当に怖い。これで、ね、これか、こっちか、それとも奥のやつか。曇った鏡がある。鏡の裏に、あ、熱気の切れ端がある。読みますか。はい、お、まともだな、なんか文章が。今日は特別にゆきまるさんを家に招待した。私のとっておきのご飯を食べて美味しいって言ってくれた。嬉しかった。もちろん桃の紅茶かなと思ったけど、でもゆきまるさんはちょっと違った。だからマスカットにしてみたよ。桃の紅茶をくれるのはなんか本命の証拠みたいに言ってたよね。あ、じゃあこのゆきまるさんっていう人よりこのまたろうくん、まあ僕の方がね、こう好き度が高いということでしょ。おー、いいじゃん、ウェイウェイウェイ。なんかパリピみたいな反応しちゃった。ゆきまるさんはクローゼットが気になってて、私は嫌な気分だったのだ。変態じゃん。なんだよ、みこと先輩のクローゼット覗こうとしたってこと。なに、下着泥棒でもしようとしてたんじゃないの。変態ね。私だって怖いのに。ひどいよ。あ、怖いって何。なんか幽霊とかいるってこと。きっと分かってくれるって思ってたから放っておいたよ。なんでちっちゃいつがカタカナなんだろう。ゆきまるさんはもういない。日記はここで終わっている。どういうこと。よく見ると裏に小さな文字で 何か書かれている。怪しい薬。おーい、何、ゆきまるさんに何したの。みことちゃん何監禁してるとか。いや違うか、どうだろう、さすがに違うか。薬ってこれか。棚の動揺しすぎ。棚の中には薬が入っている。ああ、あれ、あ、ここじゃないの。んこっち注射器か。あ、違う、あれ、あ、これか。じゃあ注射器が床に転がっている。よく見ると注射器の中には日記の切れ端がある。どんな隠し方だよ。そんな高度な日記の隠し方ある？読みますか？え、読むか。え、なんか物置部屋の中でずっとこう日記がぐるぐるしてんの怖いんだけど。ワオ！ワオ！何？早口言葉かな？壊れろ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 。くそ！レロって難しいね。あ、ま、もう、まだ続くんか。よし、もう一回やるよ。壊れろ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 。言えたね。やったぜ。あ、ま、まだ続くのね。オッケー。壊れろ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 。疲れた。終わっちゃった。日記はここで終わってる。よく見ると裏に小さな文字で何か書かれてる。いつのこと？なんだ？
いつのこと？いつのこと？なんだいつのこと？あ、わかった。カレンダー。カレンダーでしょ。カレンダーじゃない？違う？あーん、怖い。ちょっとまずね、カレンダーとか、それよりも前に、まずセーブ。はい。行きましょう。あー、待って待って待って。あー、怖い。ちょっと、みこと先輩なんか、変わってないですか？喋ってくれませんかね？喋ってくれませんね。冷酷な笑み。カレンダーがある。あ、よし、めくってみようとするとカレンダーの間から何かが落ちた。日記の切れ端がある。読みますか？はい。私のせい？私のせい？私がいるとみんな不幸になる。もうやめよう。誰誰誰かか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 とかかわかかかわるのはもうやめた。関わるのはやめた方法がいい。日記はここで終わってる。みことちゃん、日記パソコンで打ってます？そんななんかね、同じ文字書かなくてもちょっとちゃんとね、わかるので、念を押すように文字をね、複数書かなくてもいいと思うんですよね。うん、よく見ると裏に小さな文字で何か書かれてる。鍵は私の誕生日。私のことが大切な人ならもちろんわかるよね。え、鍵？日記の切れ端。鍵って何の鍵だ？ん？どっか開いてないとこってあったっけ？ん？なんだろう。とりあえずセーブするか。鍵か。鍵？鍵？鍵か。なんだろう、鍵って。あ、うん？引き出し？引き出しはでも開いたしな。あ、わかった。パソコン、パソコンでしょ。パソコンか？みこと先輩愛用のデスクトップ PC がある。電源を入れた。あ、3桁のパスワードを入力しないと開けないようだ。みこと先輩に聞いてみようか。え、またろうくん、みこと先輩の誕生日知らないの？ちょっとあんた、ダメじゃないの、彼女ちゃんの誕生日くらい知っておかないと。ちょっと今みことちゃん喋ってくれないわよ。どうする？え、聞くの？やだ、怖い。聞くわ。あ、またろうくん、どうしよう。あ、ね、お料理失敗しちゃったかも。あ、あらら、失敗しちゃったの？ごめんね、びっくりさせるとか言っておいて。泣いてもいいかな？うん、許す、やり直し。許すよ。いいよ、みことちゃん、大丈夫だよ。失敗は誰にでもあるからね。え、許してくれるの？またろうくん、ありがとう。ほんとごめんね。でも今から作り直すから、ちゃんとまたろうくんにはみことのお料理を食べてほしいもん。おう、そうか、ありがとう。ちょっとみことちゃんの料理楽しみだな。ちょっとあれね、血とか入れないでね。ちょっとね、ヤンデレみたいな感じのとこあるからね。うん、みこと先輩の誕生日を聞く。うん、聞く、聞くわ。え、私の誕生日？あ、もしかしてお祝いしてくれるの？嬉しいな。じゃあ特別に教えてあげるよ。みことはね、4月の27日生まれなんだよ。みんなには内緒だよ。ごめん、 YouTube に投稿するんだわ。ちょっと内緒にできないわ。ごめんね、みことちゃん。ちょっと恨むならまたろうくんを恨んでください。私は悪くないよ。え、じゃあ4月27日 OK。 じゃあセーブしましょうか。うー、よし。あ、待って、でもこれ結構いい感じなんじゃないの？あ、じゃあ次はみこと先輩のパソコンのパスワードを解き明かすところから始めましょうかね。ご視聴ありがとうございました。あ、結構進んだんじゃないの？もう怖かった。もう一時は録画を失敗してどうなることかと思ったけどね、ちゃんと進められてよかったです。ってことで、では次回に続きます。また見てくださいね。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントも待ってます。じゃあね、おつぴよでーす。